ドミトリー・トロフィー・モビチ・シェピーロフ1995年8月8日はソビエト連邦の政治家、農業経済学者。フルシチョフの時代に外務大臣を務めた日ソ共同宣言調印時の外務大臣である。1957年の半島グループ事件に関与した。1905年11月5日にロシア帝国のアシハバードの労働者の家庭に誕生する。 1926年に、モスクワ大学法学部を卒業し、ヤクルト共和国次席検事、検事制代理となり、1928年から1929年まで、西部州検事法を務める。1931年から1933年まで、モスクワの赤色教授研究所で学びながら、雑誌、農業戦線の責任書記を務める。 1933年に同研究所を卒業し、ソフホーズの政治課長、1935年にソビート連邦共産党中央委員会の業科学部門副主任となる。理学博士号を取得し、ソ連科学アカデミー経済学研究所科学初期となる。1937年から1941年までモスクワの各大学で経済学を教える。 バルバロッサ作戦開始から間もない1941年7月、シェピーロフはソビエト人民義勇軍に加わり、1941年から1942年のモスクワの戦いでは義勇軍モスクワ支部の政治委員であった。1942年から1943年まで、第24軍で、1944年から1946年まで、 第4親英軍で政治委員を務める。終戦時の階級は少々。オーストリア東部のソビエト占領期初期にあたる1945年5月から、翌1946年2月までソビエト連邦軍幹部としてウィーンに駐在した。1946年2月に、シェピーロフはソ連軍政治総局宣伝、先導局副局長に任命された。 1946年8月2日には共産党機関紙プラウダ宣伝部長となる。1947年半ばに共産党中央委員会宣伝、宣導局長ゲオルギー・アレクサンドロフがその著書中でロシアの思想家の業績を過小評価しているとして公然批判され他の宣伝、宣導局幹部らと共に失脚。同年9月18日、 シェピーロフが宣伝、宣導局第一副局長に任命される。新しく宣伝、宣導局長になったミハイルスースロフは他の公務を兼任しており、シェピーロフが宣伝、宣導局の日常業務をほぼ統括することになった。モスクワ時代のシェピーロフは細部まで鮮明な記憶力と白色と宣伝された身のなしで知られ、ヨシフスターリン側近で、 共産主義デオロギーの責任者であったアンドレイ・ジダーノフのもとで共産主義デオロギーを担当した。1947年12月1日、アンドレイ・ジダーノフの息子ユーリが宣伝、先導局科学部門主任に任命されたことで、シェピーロフは上司の息子を指導監督するという微妙な立場に置かれた。さらにユーリがスターリンの娘スベトラーナと結婚したこと、 アンドレイ・ジダーノフは当時スターリンに最も近い側近でソビエト指導部内に性敵が多かったことで難しい対応を迫られることになった。1948年4月、シェピーロフの承認のもとユーリー・ジダーノフがスターリンが後押ししていた生物学者トロフィムルイセンコを批判。これを利用してアンドレイ・ジダーノフの権威を失墜させようとする政治局員とジダーノフとの間で 激しい政治対立が生じた。同年7月1日、対立陣営の中心人物であるゲオルギー・マレンコフが共産党初期局を掌握。シダーのフは2ヶ月の休暇を与えられ休暇中に急成した。しかしシェピーロフはこの政変を乗り切り、さらに同年7月10日、宣伝、先導局長に昇進。続いて起きた共産党政治局員。 ニコライ・ボズネセンスキーの失脚、処刑に至る、党内構想もひとまず乗り切ったものの、ボズネセンスキーが、まだ権力の座にあった時に、共産党の理論士、ボリシェビキによるボズネセンスキーの経済学書の出版を、シェピーロフが許可していたことで、1949年7月14日に、批判される。1950年から1958年、ソ連最高会議大議員。 1952年にスターリンの指示によりスターリンが発表した論文ソ連の社会主義における経済問題に基づく経済学教科書を執筆。同年11月18日第19回共産党大会でプラウダ編集長に任命される。1953年3月5日にスターリンが死去しシェピーロフは 公認の最高指導者であるニキータ・フルシチョフに組みし、マレンコフ首相と争うフルシチョフを理論面で支えた。同年にソビエト科学アカデミー通信会員となる。マレンコフが消費財の増産を主張したのに対し、シェピーロフは重工業、国防産業の重点化を解き、マレンコフを以下のように批判した。1955年2月にマレンコフは、 首相を解任された。一方、シェピーロフは、同年7月12日、当中央委員会初期に選出され、引き続き、プラウダ編集長を担当した他に、共産主義理論上級研究員となり、1956年2月の第20回党大会で、フルシチョフがスターリン批判を行ったいわゆる秘密演説の起草に関わった。シェピーロフの専門分野は、 共産主義エデオロギーであったが、やがて外交政策にも関わることになる。1947年から1948年に始まったソ連とユーゴスラビアの間の対立を解消するため、1955年5月にフルシチョフと新たに首相に就任したニコライブルガー人と共にユーゴスラビアを訪問した。当時のユーゴスラビア政府指導者だったベリコ・ミチュノビチが、 その時の様子を語っている。1955年7月にエジプトを訪問したシェピー・ロフはガマール・アブドゥナセルと会談し武器供与協定を締結した。これはソ連によるエジプト軍政の事実上の承認であり、後のエジプトとの同盟関係に道を開くものであった。またこれは非共産権、第三世界諸国との外交において、それまでにない柔軟性を示し、 スターリン時代の非協調路線とは一線を隠す出来事であった。第20回ソビエト共産党大会後の1956年2月27日にシェピーロフは中央委員会幹部会の委員候補となる。1956年7月1日にビアチェスラフ・モロトフの公認として外務大臣に就任した。プラウダ編集長は退任したが、 中央委員会初期には12月24日までとどまった。1956年7月初めにシェピーロフは再びエジプトを訪問しアスワンハイダムの建設協力を申し出た。エジプトと西側諸国の関係悪化に伴い同月にアメリカの主導する世界銀行の資金供与が引き上げられるとエジプトはソ連の提供を受け入れた。 1956年7月26日にナセルがスエズ運河国誘化を宣言すると翌27日にシェピーロフはソ連駐在エジプト大使と会いエジプトを全面支持することを申し出たこのエジプト支持の姿勢は7月31日のフルシチョフの演説で公にされたスエズ運河の自由航行に関する条約調印国としてソ連も8月中旬に ロンドンで開かれたスエズ問題に関する国際会議に招かれたが、シェピーロフははじめ参加を見合わせていた。しかし政府指導部により参加の方針が決まると、ソ連代表団団長として会議に参加。会議では、スエズ運河を国際管理下に置くというアメリカの提案が18対4で採択されたが、シェピーロフは指導部の指示通りインド・インドネシア正論の表を得る。 ことに成功した。1956年10月から11月のハンガリー・ドーランとスエズ危機の間、シェピーロフは国際連合安全保障理事会ソビエト連邦代表だったがあらゆる重要な政治判断はフルシチョフや他のソビエト連邦最高指導者によるものであった。1957年2月14日にシェピーロフは再び党中央委員会初期につき、 共産主義デオロギーを担当。翌日にアンドレー・グロムイコが外務大臣に就任する。当中央書記として1957年3月に第2回作曲家会議に参加し、1948年1月の第1回会議で決議されたドミートリー・ショスタコービチ以下のモダニズム作曲家避難を再確認した。同年、この会議の後にショスタコービチが 密かに作曲したピアノ、4人のバス、合唱のための風刺カンタータ、半形式主義的ラヨークでは、司会者に続いて登場するイエジニーツィン、ドボイキン、トロイキンの3人をそれぞれスターリン、ジダーノフ、シェピーロフに擬している。シェピーロフは、またジャズやロックを野蛮な原始人のバカ騒ぎ、本能と烈情の暴発と批判した。 1957年6月のいわゆる半島グループ事件で幹部会の多数のメンバーがフルシチョフを排除しようとした時、反フルシチョフ派の中央委員会初期はシェピーロフだけだった。シェピーロフは暴略の最後の段階で幹部会の多数が参画しているとラーザリカガノービチに説得されて防御に加わったとされる。中央委員会を掌握したフルシチョフは シェピーロフの裏切りを見て、激怒、1957年6月29日に、シェピーロフは、党中央委員会委員を解任され、すでにクーデターカタンが明らかになっていた他の3人と共に報道機関を通じて非難された。シェピーロフと親しかったゲオレディ・ジューコフ元帥も、数ヶ月後、おそらくこの事件の影響もあって解任された。党中央委員会の職を失った後、 シェピーロフは、キルギスタン科学アカデミー経済研究所長に就任したが、すぐに副所長に降格した。1960年に、モスクワに呼び戻されソビエト科学アカデミーから追放。1982年に退職するまで、ソビエト国立公文書館の会員として働く。1961年11月の第22回、共産党大会での第二次。 半島グループ批判を受け、1962年2月21日に共産党を除名。1976年に共産党に再入党するも主要な地位につくことはなかった。1964年10月にフルシチョフが失脚すると、シェピーロフは改装録を書き始める。執筆は1970年頃まで断続的に続いた。1982年に、 年金生活に入る。89歳で、モスクワで死去。回想録は一時原稿が紛失するが、後に発見され2001年に出版された。そしてそこに加わったシェピーロフというフレーズが、ニュース報道で盛んに繰り返され、ソ連時代のアネクドートにもなった。これらのアネクドートは、半島グループ事件の首謀者を、ソ連の報道機関が、3人の主犯格。 そしてそこに加わったシェピーロフと表現したことを皮肉ったものである。ありがとうございます。